皆さんこんにちは参議院議員の宇とたかしが送ります永田町レポートですえっと今日はちょっと外交の話を皆さんとしたいんですけれども昨日ですねアメリカのバイデン大統領の呼びかけによってまあ初めて開かれた、えー、民主主義サミットというやつがね、えー、行われましたあのこれまあ対面形式ではなくて、えー、全員まあウェブでですね繋いで、えー、まあそれぞれ、えー、招待をされた国の え首脳とかですねえあるいはえ大統領とかそういう方々がですねそれぞれにまああの代表スピーチみたいな形をしてまあ基本的にはまあ汚職の撲滅だとかそしてまあ権威主義に対してどう立ち向かうかということに対してまあそれぞれの意見を述べ合ったというような会なんですけどまああのこれあのバイデン大統領の公約の一つだったんですねあの大統領選挙における。 まあなんで、まあ、あのバイデンさんがその自分の公約の実現のためにやったとっいう国内向けのアピールというところももちろん、うん、ありますし、まあ、もう一つ言うとその民主主義サミットといってその何どこを民主主義というふうに定義づけるかもっと言うとそれぞれの国の民主主義の体制って若干いろいろ異なりがありますよね。 その中で、まあ、この国はこのサミットに呼んでいいグループだそうじゃないグループだっていう判断が、まあ、アメリカがあの独断で勝手に決めたグループだけを呼んでやってるということなんで中には何でこの国呼ばれてんのっていう国もあれば何であの国呼ばれないのっていう国もあったりして、まあ、ちょっとこの何て言うんですかね、あのー ちょっと、えー、国際的なきちんとしたコンセンサスがあってそこで何かあのやられた会というのではなくてちょっとアメリカの考えがかなり強い、えー、形で出ているまあ民主主義のサミットではあったんですね。ただまあ一つあのまあ中国の今の非常に権威主義的で力による現状変更そしてまあ国際社会のルールに従わないといった動き でまあ、もっと言うと今までの貿易経済も含めた国際観光をです、ねえーまあ、崩すような関税をかけたりとか特定の物品を輸出するのを止めたりとか政治的にですねそういったものに対する結束というかみんなでこういうのはやっぱり良くないということで止めていかなきゃいけないという,うな流れを作るという意味では一定程度の意義はあったんだろうと思います。 で一方でですね、まあ、来年年が明けるともう2月に冬季北京オリンピックが開かれるということで、まあ、アメリカ早々に、まあ、外交的ボイコットということで、まあ、選手団はもちろん送るんですけれどもいわゆるまああの閣僚級の政治家等々はまあ送らないつまりあの政府として公式な交換、えー、政府交換の派遣というのを行わないということを えー、称してまあ外交ボイコットというふうに言ってるわけなんですけどアメリカがまあそれを真っ先に表明をしてで今、えー、カナダと、えー、それからオーストラリア、うん、それから、えー、どうだったかなイギリスもあったかなイギリスが確か表明をしてでそれ以外に、まあ、ニュージーランドとかねコロナの影響があるんでちょっと行きませんというような話をしたりしてるんだけどまあここはねこ,ここであの日本の対応っていうのがやっぱり非常に注目されてるんですよね。 えと言いますのもこの45年前ぐらいからですねえ日本は自由で開かれたインド太平洋っていう一つのこの理念これをまあ世界中に提唱してきてそしてやっぱりあの私たちがこの世紀の中で世代の中で守っていかなきゃいけないのはさまざまなものがあるけれどもそれの一つにやっぱりあの価値観をみんなで守っていきましょうよと。そしててがほぼ共有できている価値観に 自由であったりとか民主主義そしてまあ法の支配ルールに基づいた繁栄ということですよねそして人権これが守られるということが非常に大事であってこれをきちんと擁護していこうとこれをまあ掲げたのがインド太平洋構想なんですよ、ね、フリーオープンインドパシフィックでこのフォイップの構想の大前提にはもともと日本の安全保障戦略があって。 安倍さんが8年前にですね戦後初めて作った安全保障戦略の中に何が国益なのかというのを定義付けたわけですよあのこれ前もちょっと皆さんにもお話ししたことあるかもしれないけどそれまで国益という言葉はあっても政府で公式に日本政府がですね日本政府が公式に国益とはこれですよということを定めた公文書っていうのはなかったんですねでこれを8年前に初めて安倍さんが作った でそこで3つの国益というのをきちんと定義づけたわけです。一つ目の国益っていうのはこれはまあ伝統的に当たり前の話ですけど国の独立と、えー、平和、えー、領土領海領空を守ることそして国民の生命財産を守ることこれが国益だってまあ当たり前の話ですけど国の存続ですよね。二つ目が国の繁栄つまり経済であったりその発展でそのベースとなるさまざまな資源であったり先端技術。 こういったものを、まあ、知的財産権なんかもそうですけどこういうものをきちんと守っていくんだこれが2つ目そして3つ目にですね国のの存続や発展がが担保さされててそしてさらにに大事なのが価値観だとといいうことをここを書いたんですよ自由とか民主主義法の支配人権これが守られていく世の中をきちんと作っていくしそれをまあ打ち壊そうという勢力に対してはこれに対して抗っていくんだというような形でこの定義づけをしたわけですね。 で今回、まあ、の外国ボイコットをあの早く表明すべきだという声が内外から上がっています。私も個人的な考えとして一番よくないのは、えー、結果論として送りませんでしたでしょっていうのは一番よくないあのなんか、えー、国会の日程を都合にしたりとかですねあるいは、えー、コロナの状況を理由にしたりしてたまたま送れませんでした。 っていうんだったらこの FOIP であったりとか QUAD であったりとかいわゆるこの自由で開かれたという価値観を守ろうとするチームの結束っていうのはもうこれ完全に崩れますよ。あの 言ってみたら中国の圧力に屈してねはっきり言うことができなかったじゃないか日本はっていうことになればやっぱりこれから一緒になって f イップに入っていって我々もやっぱり中国に対してはその辺は厳しいものを言いましょうというようなグループに入ろうとしてくる国々っていうのはもうこれ圧倒的に少なくなるし結束が乱れますよねだからこそまあ私はえ今回もいろんなところで言ってるんですけれども。 岸田政権はできるだけ早いタイミングで自主的に日本の意思として外交ボイコットを発表しなきゃいけない。でそれはねあの人権だけではないんですよ。もちろんチベット、ウイグルに対するひどい人権の状態、まあ、香港も含めてですねそれもあるんですけれどもここ、えー、67年ですかこの習近平の体制になってからずっとやってきた尖閣の動きあるいは南シナ海の動きさまざまな国際条理の中での中国の目に余る権威主義。 覇権主義、ね、力による現状変更そして実際にその尖閣という地域をね我が国固有の領土を抱えた上で、まあ、今中国がずっとそのちょっかいを出してきていることを考えたらとてもではないけれども平和にさまざまなものをお祝いをできるような状況にないがゆえにですよ今年は日中国交正常化50周年だったにもかかわらず習近平が来日できていないっていうのはそういうことなんですよね。 あの全てのいろんな物事がきれいに整っていて本当に平和に二国間が前に進もう未来志向で努力をしていこうという状況になっていれば何らかしらのそこにまあ成果が出てくるはずなんですけど全くそれを向こうがしようとしていない状況の中でなんかあの東京オリンピックを支援してもらったんだからこんなのは相互主義だなんてことはま,まさにおかしな話。でかつ、まあ、仮にですね政府高官が向こうに行ったとなれば。 あの少なからず開会式に参加するだけじゃなくて向こうの要人と会って会談をしたりするいわゆる外交の舞台がセットされるわけですねでということはまあこちらから出向いていって何らかしらの日中の外交をやってきたということがまあ向こうにとってみたら成果になるし何らかしらそこに成果物がやっぱり求められていく背景がね舞台が整ってしまう。 また逆に言うとその部隊すらもセットされないんだったら何のために行ったのだという話にもなりますしつまり環境がこれだけ整っていない状況の中でえ仮に行ってもこれはプラスにならないまあプラスにならないどころか大きな過根すら残すかもしれないという状況の中であれば早い段階で,ですね政府として意思を決める今の中国に対しては我々は協力できないということをはっきり言う。 で世界中は今そういうふうな形でねしっかりとした意思を示そうとする中で我々だけが意思を示さずにだらだらと流れていくというのは非常に良くないんですね、えー、くしくも岸田総理は「国益を十分に鑑みて判断をすると言いました」で「日本の国益は日本の公文書国家安全保障戦略できちんと定義づけられている」「その3つ目の国益というのが自由民主主義法の支配人権であると」 それを擁護するためにそれで判断するんあれば間違いなくこれは外交ボイコットをきちんとすべきだ判断してそれを発表すべきだとで私はまあ思いますこれはですね、まあ、党としても政府の方にきちんと強く働きかけてまいりたいと思いますし、まあ、引き続きですね国際社会の動きこれはもう米中対立だけじゃないんですね世界のこの、えー、同じ価値観を有する、えー、自由民主主義陣営と、まあ、覇権主義権威主義 陣営との本当にぶつかり合い新しい局面での,あの世界の二分化構造が始まってるんだというでその中で、えーまあ、日本はどういう役割を演じていくのかこの自由民主主義陣営の中の本当の要として、えー、我々がプレゼンスを発揮する時代が来るのかそれとも今まで通り大国の陰に隠れて、えーまあ、厳しい時はあ、まあ、引っ込んで。 えーまあえー、口だけ金だけ、えーまあ、言うだけ番長みたいになってしまうのかというのの、まあ、本当に大きな分岐点に今かかっているんだろうなと我々はやはり、えー、国内にあるいは海外にも誇れる日本外交であってほしいなと思いますのできちっとその子を、えー、岸田政権に対して要求をしてまいりたいというふうに思っております。